長谷川博士は日本のジャーナリスト、日本放送協会政治部記者、国際部記者、解説委員主管などを歴任した、東京大学法学部卒業、1971年 NHK に記者として入局、NHK 大阪放送局、NHK 名古屋放送局などの地方局勤務の後、政治部に配属され、 福田武雄内閣で首相番を務めたほか、外務省や防衛庁を担当した。その後国際部に移動、1991年から万国支局長となり、カンボジア内戦を現地から精力的に取材、報告した。1997年により解説委員、1998年から解説主管となり、主に明日を読む、視点、論点。 ラジオ夕観などの解説番組を担当した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生後10月10日放映の特集明日を読む新しい戦争と世界で世界貿易センターで犠牲となった被害者の国籍別人数を調べたところ本来勤務していたはずの米国とイスラエルの二重国籍を持つ4000人のユダヤ人が一人も死んでいなかったと 上記10月10日23時の番組で視聴したとネットで唱える者がいるが、そのような動画は一切なく、また実際にキャンタンフィッツジェラルド社だけで39人のユダヤ人が死亡するなど、多くのユダヤ人が世界貿易センターで死亡している。10月7日の空爆で始まったアフガニスタン、紛争情勢についての見通しを述べるなど、たびたびテレビに出演し解説した。 例15日午前11時ごろ、東京都渋谷区の NHK 放送センター敷地内で倒れているのが発見された。NHK によると、通報により、救急隊が駆けつけたが間もなく死亡した、上層階からの転落死とみられるとされた。代々木警察署は、事件性はない、死因などについて、個人のプライバシーの問題で何も申し上げられない、遺書などはなかった等と話した。 10月17日になって短く新聞報道がされ、事故か自殺か、謎が深まっていると書くやしろもあった。去年55、通夜は10月17日、葬儀、告別式は10月18日に営まれた。ありがとうございます。